今日の方はお話をお伺いしてみたかったんで、本当にあら、そうですかいや、めっちゃ興味深いと思いますああ、そうなんですかこの場が嫌だね、これ <laughs> ああ、家庭揺れた入っていらっしゃいました布が揺れ…あり<っ>ます。 どうも、おはようございます。と今おっしゃましたね。はい。ラブストーリーって書いてありますね。いやいやいや、ここああ、もうよろしくお願いいたします。初めまして。初めましてですね。あ、どうもよろしくお願いいたします。古舘と申します。じゃいと言います。よろしくお願いします。じゃさん。じゃい、じゃい、じゃあ、じさんです。はい。どうぞこちらに。あ、もちろんじゃいさんっていうお名前は。あの、本名ではないわけですね。本名ではないです。あ、というと。アーティスト、まあいいや。 どうういお仕事して私は太田プロダクションで太田プロということはインスタントジョンソンという3人組の芸人の人組の芸人のお疲れちゃうんですか知ってるんですかそ知ってるんですかインスタントジョンソンさんをなぜ知ってるかというとテレビ東京で「赤っ恥青っ端っていう番組やっててそうですよ前説とかやってましたそうだ全然初めましてじゃないですよ すれ違ってますよね。いやいや、ガッがっつり合ってますね、会話してますか会話してますね。いや、もうかもうインスタントジョンソンさんはグループとして覚えていて、お疲れちゃんを覚えてるんですけども、本当ですか完全ジャイさん僕は初めてみたいな感じです趣味は何ですかという指示はそうですね、もう趣味というか、もうちょっと趣味超えてるんですけれども、まあ、競馬とか麻ージャンみたいな。 ギャンブル系が割と。もう趣味をが超えたぐらい。超えたというよりも、結構、そういう仕事も今はなんかメインになってるぐらい。競馬や。はい、そうですね。競馬とそれから。競馬、マージャンはギャンブルではないんですけれども、今、M リーグという、マージャンのプロリーグが5年前にできの藤田社長が栽培でと。はい、あの人マージャン好きですよね。そうそうそう、発足したんですけれども、その、 応援番組ネット OM リーグっていう番組をやっていたりそうですかじゃあ競馬でのギャンブルの方戻るとですね、うんはいはい、競馬でかなりのもの額を当てたこともあるわけですか、はい、そうですねええー、過去最高当てたのが、えー、9300万円。<laughs> いや やっぱりジャイさん、やっぱりし堅じゃないです。いやいや、堅い、普通。九千三百万って、九千三百円なら普通にって言うとますね。九千三百万。ここ遠くを見るように、さらっと言うというのは、やっぱりなうてですね。九千三百万馬券だったってことですか。えっと、それはウィンファイブという、えレースのです単勝。う、当たるというやつ。五レースの単勝ですか。当たったんですか。なりましたね。まあ、それが。 えー、昨年の8月ぐらいうわーでいくらを入れて9300万円それは12万円を入れてうっそうでしょう、はいはい、12万円入れて9300万円、はい、うーわーでもよく言うようにいやーこれをね、はい、本当にねあれ積み重ねしたらね、はい、家何軒持って,てビル何軒ってよく言うけども。はい ジャイさんは競馬歴どのらいですか競馬言っても30年30年になりますか今おいくつですか今50ですねあ若く見られますねそうですねラブストーリーとかいやラブストーリー逆に老けて見える可能性あると思うですあんあまりにもすごいインパクトでだけどすごい若いですねじゃあ30年としてトータルの収支決算どうですかとよく聞かれると思いますそうですねおそらく3億4億ぐらい勝ってると思います 普通必ずビル建ってたよっていうだけなんで競輪でも競馬僕競馬の中継っていうのは共感あの時お手伝いをしてたんだけど本格的に大井競馬の中継はやれてないんですけど競輪の実況も3年やってましたしなんとなく分かるんですけどまずかかってなないいじゃですそうですねまあ本当にやっぱり下手な人が多いんで。いやそこが 第さっきの9000円と同じで下手な人が多い要は勝てない人が多いからあの勝てるというじゃあ競馬誌の専門誌の何かいろいろ書いたりしてる今スポニチでやっぱてるんだしたりとかコラム書いたり予想したり YouTube とかニコニコチャンネルとかオンラインサロンで予想したりとかうわじゃあ やジャイさんっていうところもあるんですかああまあないあの予想をやって予想を売るじゃないですか僕の場合は僕はこれ買いますっていうのをただ発表するだけなるほど進めてないわけです進めてないです私はこうしますよと宣言するわけその方がもめなくていいですよねそうですねただそれでも文句言ってくる人いますけどそうかだって指針にされちゃうわけだからそうだけど僕が言ってるのは もう買った時点で僕の予想に乗った時点であなたの予想ですとこの僕に乗ったというあなたの予想なんだから外れても文句言うあれでもないし当たっても別に感謝しなくていいということは言ってるそれ徹底してていいただこれが過去にも何回も予想を出してるんですけれども僕の予想で発表してるんですよ YouTube とかでニコニコチャンネルで。 おかげで当たりましたっていう総額が1レースですよはい1億超えてますえちょっともう一回ちゃんと教えてくださいびっくりしっと去年のええ高松宮記念っていう G1 レースがあるんですけどそれ僕が予想出したんですそれが当たったわけでそれがええ2万7800倍うわついたんです100円が278万円うわで僕予想出してるから 僕の予想に乗る人がいるじゃないですか、はい、その総額が1億を超えてるってううわだから今僕あの三軒舎というところで、はい、あの競馬バー的なバーをやってるんです、ねうん、そこにあのこの間鹿児島から一人で男性のお客さんが来て、はい、その高松の名記念で<っ>ジャイさんのおかげで それ三百円かつったんです。八百 <えっ S 1> 万円当たりまたーーで、ありがとうございましたと鹿児島からわざわざ来て、ーーで、その八百万円、どうしたんですかって言ったら、うん、このその八百万でおかげさまで、うん。 になっったんだけや確かに800万ってそんなまとまっちゃったらそのレベルですよねじゃあもう完全キューピッドじゃんそうなんですよ見知らぬ人のキューピッドを勝手にするというあとは離婚しようが何なのか知たこ知ったこじゃ幸せになってほしいですなってほしいけども今正直が下すよそうかさっきのねさっきの1億の話ですよねだからこの間出したのなんてもう要は出した瞬間に 十分のにたもともと4,000倍だったのが400倍になったりうわーだけどもういいんです僕はもう少しでも多くの人が当たってちょっとでもなんかごちそう食べれたりそれが嬉しいっていうふうにわっもうギバー1週間なら1週間という単位でいうとどのくらいの割合や時間を競馬に割いてますかちょっと麻雀という遊びは置いといてそうですねあのやっぱり 金曜日、土曜日というのは次の日のレースの予想する時間があるのでほぼ寝れない寝てない寝れないですね。うわずっと首で、今度は競馬新聞と競馬新聞と向き合いとまあ、まず週の初めからやってるんですけれども今、やっぱり自分だけじゃなくて人のために出さなきゃいけないので手を抜けないんですよ。 それでもやっなんとかしてそのみんなの笑顔みたいでむしろやっぱり当たらないと批判されることもあるしまあそれはいたらし方ないんですけれどもやっぱ手を抜けないということでやっぱもうそこはもう寝ずに。 やってますね僕ねたまたまね JRA でいうとねもう今度また始まるんですけど4回目になるからワンクールですから3ヶ月で終わるんですけどフジテレビで例えば月曜の深夜11時のドラマ終わりのニュース前とかそういうところでたった数分間の「ベストタイム」って JRA 一社提供の番組をワンクールずつやってるんですよとびとびでね。 でいつ終わるか分かりませんけど、うん、今回4回目でまた始めるんですけど「はい、あなたは1992年、うん、あなたはこの年覚えてますか?はい」って言って、うん、その時の映像とかが流れてきて、うん、その時にその年に流行った曲が流れ、うんで「音楽と競馬罰」って。 それで私が必ずその1992年なら92年の重賞レースで、うんはい、この馬が勝ったとかそういう時の実況を40秒ぐらいつけてるんですよ、はい、真剣に、はい、でそういう番組やらせてもらってるんで後付けで後付けで今の私がその過去のレースを結果は分かってんだけど実況するっていか、はいはい、だからやっぱりなんか一人の一頭の馬と一人のジョッキーに照準絞って、はいはい えー、生の競馬中継だったらそうはできないさあパラパラっとスタートスタートでバックストレッチさあ先頭は何々って始まるわけじゃないですかす第4コーナー余って残りあと 200m ハロンボを通過した <laughs> さあ出てきたとディープインパクト出てきた出てきたこの差し走ってやるじゃないですか、はい、だけどそうじゃなくて。 一人に注目して勝った馬に注目して今度はね40秒の実況チャレンジしてみたいなと思ってるんですよでこの色柄でいうとジョッキーな感じもちょっとしますよまあまあこれはファンの方からもらったものなんですけど競馬ファンの人ですかえっとそれは僕ファンの人でインスタントジョンソンのジャイソンのファンそれもやっぱりファンの方が例えばねやっぱ僕の出てるものをチェックするわけですよで着てるとものすごく喜ぶんから まあこういうところに来てきて、うん、で、まあ YouTube で見たときに、は嬉しいって、やっぱそのファンの方が思ってくれるのがまた、恩返しというわけじゃないですけども。